我が輩の名はミュンヒハウゼン男爵。ほら吹きと人は言うが、そんなことはないのだ。さて、今日はロシアを旅した時の話をしてやろう。ロシアは一面の冬景色で恐ろしく寒かった。あるよ、雪の中に木の枝が出ていたので、我が輩はそれに馬をつなぎ、マントにくるまって一夜を明かしたのじゃ。次の朝、目を覚まして驚いた。我が輩は教会の墓地で眠っており、馬は遥か上の教会の屋根についた風緑につながれてもがいておるではないか。我が輩が主に木の枝と思ったのは教会の風緑の先っぽであり、夜のうちに寒さが緩んで雪が溶け、我が輩は墓地に沈み込んだというわけじゃ。幸い、我が輩は射撃の名手じゃ。すぐピストルを撃って、馬の手綱を切ってやり、馬は無事、ストンと我が輩のそばに立った。我が輩はさらに旅を続けた。と、森の中で一匹の狼に襲われたのじゃ。我が輩がとっさに体を沈めると、狼は馬の口の中に飛び込み、むしゃむしゃと食らいついた。最後は狼の体は馬の中に潜り込んでしまった。馬は痛さに耐えかねて走り出した。すると馬の中の狼も走る。走りながら狼は馬を食う。馬は皮だけが残り、狼はバグに収まってさらに走った。目的の町まで着いた時の人々の驚いた顔を君にも見せたかったな。この走っているものは馬か狼かわからなかったからな。さて、今日の話はこれでおしまいじゃ。これは決してホラ話ではないぞ。では、次の機会にまた面白い話をしてやろう。